新ボエボリューション進化という新しい可能性のためにそれぞれのラボで日夜研究を続けるエンジニアたち世界的にも最高のクオリティをもって評価されるメイドインジャパンを生み出す現場では日々どんなことが起こっているんでしょうか こんばんばは松でですすエロインデックス第87回ですこの番組ではそんなさまざまな技術開発に携わったエンジニアたちをゲストに迎えその技術が生まれた背景に迫りますさて惜しまれながらも生産終了しておりましたホンダの原付きモンキー原付きのシンプルさコンパクトさを受け継ぎつつ原付き2種モンキー125として7月12日に復活すると発表されました おめでとうございますコンセプトは遊びの達人だそうで価格は40万円程度大人の遊びとしてこれは高いのか安いのかあなたは遊び趣味にどのくらいお金を使えますかそして使っていますかいやこれはね嬉しいニュースですよあのモンキーね株系のエンジンはねもうね最高のね世界最高と言ってもいいエンジンですしこのエンジンをねいじり倒せるわけですよただね さんんももそうなんですけどモンキーもねあの時代がね変わってきてるからね新しい形で進化してこういうのもやっぱりあの本田さんはねいい会社ですよねそういうのをこう止めないようにっていうふうに、ね、やってくれて今,今の時代に合ったものをこう、ね、提案していくいいものを大切にしつつ新しくしていくエボリューションこの番組を、ね、エボリューションしていきたいなと思っております。さて 今夜のレジェンドエンジニア楽しみにしておりましたコンビニ向けのプレハブ冷蔵庫で高いシェアを占めている辰巳工業株式会社代表取締役岩根之さんです松風正也がお送りしていく「b f m エラボインデックス」今週も進化を生み出す人間の力僕と一緒に探っていきましょう「b f m エラボインデックス」フィーチャーサヤマツカゼ さて今月8日からアメリカのカリフォルニア州で Google の開発者向け年次会議 IO が開かれましたが今回は特に音声人工知能能をを持ったた新機のの進化に目を見張るものがありました中でもみんなの注目を集めたのが音声 AIGoogle アシスタントを使った新機能 Google どんなことができるのかといいますと Google アシスタントが人間に代わってお店に電話をかけ予約を入れるというもの。 デモンストレーションでは美容院やレストランに電話をしたのですがあらかじめ希望の日にちや時間帯を ai スススピーカーやスマーカややマトトフォンンに伝えてておくくと google アシスタントがやってくれるのですそれがあたかも人間のような滑らかな口調で要件を伝えお店の人から「希望の時間帯が空いていない」と言われると別の時間を示したり。 どんなことをお望みですかなんていう質問にも普通に答えたりしたため通話先の人は人間ではなないいい AI ととと喋っっているということに気づかなかったそうですそして自然で滑らかな口調で喋っているように聞こえる要因として何があったと思いますかなんとところどころ日本語の「えーっと」にあたる英語「うーん」という相図地を打ったんだとかいやそこまで必要かと思いますがこれがディープラーニングのたまものなんですね。 AI を誰ももが使えるものにそんな思いでエンジニアたちが日々研究を重ねているわけですが今は提供範囲の拡大のために正しい言語アクセント方言を習得させることに取り組んでいるそうで今年の年末までに Google アシスタントは30 80のの言語と80の国にに対応でできるるよううなる予定だそうですちょっと気が早いですがクリスマスプレゼントにいいかもしれませんね。 マツカデバサロッドイがお送りしている BFM エラボインデックス,ックスそれではここで第87回のレジェンドエンジニアをお迎えいたしましょう先週に引き続き辰巳工業株式会社代表取締役岩根宏行さんですよろしくお願いいたしますさあ前回とても興味深いところでお話がね終わりましたけれども改めまして えー、岩根さんの会社辰巳工業株式会社は皆さんご存知コンビニエンスストアやスーパーのねあの業務用の大型の冷蔵庫皆さんは陳列と思ってるかもしれないですけどあれが実は大きな冷蔵庫でと、えー、そのですね冷蔵庫はセブンイレブン2号店から実は辰巳工業株式会社さんが手掛けているものが多くてとても大きなシェアを持っているとそもそも話を振り出しに戻ると断熱材の会社であったところからその冷蔵庫冷凍庫の方に入っていくわけですけれども実は岩根さん 世界最高の断熱材を求めて NASA に連絡を取っていたっていうことがですね前回の放送最後の方で分かったわけですけれども、えー、前回聞かせていただいたのは何度も電話をして門前払いされても何度も電話をして来るんだったら話を聞いてあげるよっていうふうに言われてこれはすぐに行くでしょうっていう岩根さんのコメントで終わったと思うんですけど。 その後の話話伺ってもよろしいですか、はい、えっ、ー、とそうですねその実際にはケネディスペースセンターにはやっぱりセキュリティが厳しいので入れないんですよ、はい、なので近くのホテルで待ち合わせしようという形で、はい、ケネディスペースセンターはちなみにどこにあるんですかアメリカのフロリダ州のオーランドってフロリダにあるん,す、ね、んですね、はい、でフロリダまで行きますみたいに、はい、行ってから連絡したんですか もちろんやり取りをして実際にフロリダまで行く約束アポを細かく詰めていった時にスペースセンターで会う必要ないよねみたいなので多分入れてくんないと思うんですよねまだわからないのであとそうですよねそんな部外者からひょいひょ入れて万が一何かされたらっていうそれこそニューヨークのお話も出ましたけど世界中からねフロリダ目指すと人いるわけですもん近くのホテルでそうですね待ち合わせをして えー、待ち合わせの時間に伺ったら 2>,、はいえー、2人いらっっしゃったんですよ、はい、で2人のうち1人があこれは後で分かったんですけどもとてもすごい、えー、技術者の方で、はい、それがこの「 名刺にある今、はい、お名刺がスタジオに NASA って書いてある名刺だこれはほ本当の名刺です,本,です、ね、本当の名刺っても意味が分かんないですけど、はい、あ日付が書いてあるこれは記念日ですか <laughs> そうですねあおあった日ですねい2012年、はい、最近だそうです,、ね、すごいジョン F ケネディスペースセンターだけは読めるあ住所だ <laughs> NASA の名刺って 僕生まれて初めて触らせていただいてうれしいですね、はい、あの NASA の人も名刺交換から入るんです、ね、そうなんですよはいジャパニーズビジネスマンみたいな感じなんですね一応お持ちで私たちが日本人なので、はい、こう出してくれたんだと思うんですけど <laughs> なるほど、はい、でこの方初めてお会いして全然わからなかったんですけど後に調べたらとても電動入り技術者という<で>すごい 方らしかったんですけどもその時は全然知らなくて<ー>、はい、でそういう方がまあどこの誰だかわからない日本の会社の人間に会ってくださるっていう何、はい、かその懐の深さみたいなのは。うん 非常に感じましたねでもやっぱり逆に言うと私はそういう方によく今日も岩根さんのお話伺ってますけどそういう方だからこそ殿堂入りすんのかなみたいなそうですねおっしゃるとりわざわざ日本から来る断熱材つって日本から来たぜみたいななかなかいないですよね多分ですから最初は何なんだこいつらと思ってたと思うんですよね。一人で <laughs> でそこまでその私も英語が得意ではないのでアメリカの友人と技。技術的なことって英語また全然、はい、ビジネス英語とかってまた別って言いますもんね,ね、はい、なので、えーまあ、日本語と英語を混ぜながらお話をしたんですが、はい、普通であればこう日本の企業が合うというのは我々の会社はこういう技術がありますと。うん これを NASA でぜひ採用してくれませんかっていいう話じゃないですか、ええ、ね。ほとんどの場合 NASA に会社が来るってなると、ええ、そういうことですよね。なんですが私は先ほど申し上げたようにその断熱材の性能を上げたいっていうので言ってるのでその説明を最初からしたんですよ。で町工場で全然断熱パネルの性能が上がらないとこれは何でなんだと。 おかしいじゃないかと。だ、うん、かちょっと逆切れ気味に。はい、それで、えー、断熱性能の世界最高技術を持っている NASA であればたくさん特許があるでしょうと。うん、でその特許の中の一つでもいいから紹介してくださいよってお願、ね、い <laughs> したんです。逆に。そうなんです。使ってないの、まあいい意味で使えないやつ。い,いろんな多分種類の、ね、特許が,があるはず、ね。 あると思うので宇宙空間では使えなかった素敵な技術あるはずでしょうとですから売り込みに行くんではなくて、うん、たくさん技術の中からこう我々に使えるものを是非教えてくれと、はあ、そういう話をしたら、はい、まあびっくりというか先方もこうそういう答えじゃないと思ったと思うんですよね。 っていうか逆に言うとすごい信じられない世界の,の断熱技術を岩根さん開発したから辰巳工業が開発したから日本の会社が、はい、だからななんか専門的なこと言われるだろうからその博士も来てくれて、はいはい、これがいいだろう悪いだろうとか採用するだろうっていうのをやろうっていうふうな腹だったのかもしれないですね,ですね先方としては。そしたらまあ逆に教えてくれとは<ー>特許をこう使わせてくれみたいな話になったからお前ら面白いなと。 こんな日本の企業でしかも大手でもないしうん、うん、大手でも行ってこないよとで、はい、そういうことを言ってきたのは初めてだから君たち面白いなとで一緒にやろうよっていうふうに言ってくださったんです、ねはい、一緒にやろうがまた意味わかんないですけど、ね <laughs> はい、あのそれは <laughs>、えー、この電動入りの技術者なのでたくさん特許をお持ちなんですよ、はい、で、えー、辰巳工業っていうかあなたたちの技術に合うものは こういうい特許でこれが今僕あるからこれを一緒にやろうよとその博士が持ってらっしゃったんですね、はい、そうですね開発されたその技術そ,っかそれで特許でそれを使用するんだったら、はい、みんなウィンウィンな関係がそうです、ね、う説明がねもう半端じゃなくあの我々はその冷蔵庫の話してるんですけど、はい、彼の説明は「for mankind」っていうんですね人類のためにっていう 僕たちはこういうういい技術をやっっててるんだよっていうそういう説明をすごく分かりやすくこうイラストで描いていただいて、はい、でやっぱすごいなと思いながらなそんな話をいただいて宇宙開発は全人類のためにそうです過去があるから今があるわけだから先人にも感謝をして未来の子孫孫も生き方変わるわけですもんね。ええ、やってることが、はい そういうレベルなんだと。<laughs> はい、そうですね。その技術をプレゼントしようみた <laughs> <laughs> いな一緒にやっていこうよというふうに言ってくださって、いやもう本当に鳥肌ですよね。はい、ちなみに具体的には言えないっていうことですかその時のお話は？あその特許の話ですか？はい。いや言えますよ。どのような？はい。スペシャリティが？はい、あのまだまだそれがこう なですか、民生化してない。はい。あの、本当にこう、nasa の中でしか。はい。特許を取ってない技術で。あの。民間には流れてないんでしょうね。はい,はいはい。なので、最初は、えー。アメリカの企業。それを研究しているベンチャー企業があるから。そこと一緒にやったらどうだと。はいはいはい。はい。いう話をいただいて。で、もちろん nasa は国の機関なので。はい、直接やることはできない。そういうことですよね。ので。そのベンチャー企業と一緒に。 僕の技術をやったらいいんじゃないかっていうことで紹介していただいて <laughs> やり始めたんですよね具体的にはどのような、はい、あれじゃないですか真空じゃないですかそうですねうわ、はい、今だからお話ししてて思ったんですよ、えー、2,30年40年前とかなかったなは、うん、<今>はいい今サーモス系とかも全部そうですよね真空が本当に温度伝えないって言って、はいえー、真空層を作るって むちゃくちゃゃくですよねそれが究極の断熱なんですよ真空というのがそれはこの技術者の方もてや俺当てちゃってま <laughs> したい <laughs> そうなんですか、はい、あれすごいですよねだからみ,、えー、みんなも2,000円ぐらいで簡単に今手に入れてますけど、うん、あれ信じられないですよね真空層の間に作ってるなんて、はい、あそうなんですか、はい、ってことはあれですか 岩根さんの、あの、部屋が冷蔵庫になってるやつも、はい、真空層が。ではないんですね。あ、それはまた違うんですか。はい、そうなんですよ。いや、だとしたら、贅沢な真空層部屋なのかって思いましたけど。はい、<laughs> それはね、残念ながら、この話は。はい、ちょっと、あんまりいい方向じゃなく、終わってしまったんですね。あ、この,中の。博士とはまあ、終わりじゃなくて、はい、ちょっとペンディングというかですね。その。ベンチャー企業。 当初やっててそれこそ我々の会社にも見に来ていただいたりとかしていたんですが、はい、あの途中でその会社を買収する会社が出てきて買<ー>買収買収になっってきちゃったんですよ技術があるから、はい、そうするとだんだんこう技術の話じゃなくて投資の話になってきちゃったんですね。で我々の技術を開発するからじゃあ辰巳神戸としてどれだけ投資してくれんのみたいな。 だんだん怪しくなってきて、これなんかおかしいんじゃないかなと思っていたら、やっぱりちょっとグレーな会社がこう買収をしていたので、はい、ちょっと危ないなということで我々手を引いたんですよ。あ、でもそれは岩根さんの素晴らしい判断ですね。まあいろいろな方に助けていただいたんですけど、はあ、はい、そういうまあでも情熱であの NASA に連絡しちゃうその概念と会社をその、うんはい 買収買収で転売してって利益を出すっていうのはこれ両方ともあるものですもんねでもまあ相いれないですよねなるほど僕会社は作って売るもんだってそれ当然だよって日本でやらない方がおかしいんだよっていう方にもあったことがあるのでそういう世界はあるんですねで特許技術を持ってたらそういうことも起こるんですねやっぱり。なんでまあその会社さんがアメリカの会社がグレーだということで我々は撤退というか残念ながらしたんですけども。 その後にまた NASA から連絡があって連絡があってですねあのその会社は倒産したよとでこの特許は浮いてるから今に浮いたとやんないって言われたんですけどいやそれこそ本当に国際特許だったりちょっと高いハードルがあるんですね。簡単に我々みたいな中小企業が使える特許のそのステップじゃなかったのでありがたいけど今ちょっと。 お休みするねっていう形ででもいずれ来るべき時が来たり、うん、辰巳工業さんで新しく作る何か製品にその特許がビンゴになった場合はない話じゃないし他のところよりかは話がとても早いですよね,そう,すね、はい、そうなんですすごいなもう、えー、映画かドラマかじゃないですかいやいや,いや,いや <laughs> 完全にストーリーが面白いですよねで、これもうラジオの収録時間じゃ 終わんないぐらい、その後の話もいろいろあるんですけど。そうなんですね。今、今もまさにだ、続いてる、ね。話ですもんね。はいうん、そして、あの、現状で言って、あの、回収できてるなと思ったのが、その辰巳こうさんの、いわなさんと、こって話した。時に。なんでしょう。ちゃんと、そういう世界トップクラスの人と、話をしに行ってる人だったら。僕が、例えば、発注側だとしたら、安心しますよね。 世界最高の断熱をちゃんと考えて NASA <laughs> に会いに行ったんですよって、うん、博士と喋りましたよっていう人に仕事頼みたくなりますよね。そうですね。はい、今もちろん使ってる技術はそれはそのままじゃないんですけれども、あの僕は聞きに行きましたってい、ええええ、なんか、まあ、そういうまりこう自慢でねどうですかみたいなことは言わないですけども。<laughs> いやいいと思いますよこれ人と被んない自慢ですよ。はい、まあそうです、ね、なかなかできないですからね。まあたまたまなんですけどね。 なるほど、はい、そこがそこがあるからまただから今エコエコとかも言ってるじゃないですかもともとエアコンはすごくこう叩かれて電気使って気温と違うものがやるからって言ってたのが、うん、断熱を強力にしていったらまたこれエコとか電気代本当にそう思います全部つながっていくわけですもんね。うんはいはい じゃああれですかもう言えないあれかもしれないですけどちょっと岩根さんとしてはまた新しいもう今後作りたいものはもう何個かはいそれもあの真空とおっしゃったじゃないですか、はい、真空断熱材っていう新しい素材があるんですよ、はあ、すげえ現代っぽいですね、はい、あのあるものを組み合わせて新しいもの、はい、でそれはもう割合その 冷蔵庫の、本当の家庭用の冷蔵庫の中に、今、普通に入ってたりするんですね。はい、で、それを、今度は、えー、パナソニックさんの、真空断熱材のチームと。一緒に、今やらせていただいてたりして。きた。はい。そういうことも、まだ結構あります、ストーリーが。あら、はい。今の話だ、すごい、現在の話ですね。はいはい、そうですね。 いやででもそうですよね先ほどあの先ほどじゃない僕あの家電がすごく好きなので、えー、家電マニアとしてはあの省エネ達成率なのですね、はい、全部冷蔵庫は必ず歌ってるし貼ってますからね,、はい、ねあれ省エネ達成どうしてするんだってなったら、うんうん、それはもうここのパーツの性能はも,もちろんですけどもやっぱ断熱がそうです、ね、良くなってるからですもんね。いやだからもうあの今回の放送でも改めてやっぱ近くにあるけど考えてなかったなって思った方がたくさん、はい あとそういうものは多いですよねキーワード断熱で街に眺めてみたらたくさんありますよねそうでですね。そこがすごいパワーになったらそれこそ宇宙にもフィードバックもあり得るんじゃないですかあると思いますねはい。あれちょっと今表情が動いてますねすでに NASA から連絡来た岩根さんが岩根さんが NASA に連絡することだって全然ありますよね最高の断熱材開発したら でで使うんじゃないいすかっていうそうしたらその博士が笑いながら「やっと来る感じ正しい言い方で会いに来た」みた、はいになるっていう思奈須さんの技術者の方から言われた「えー、面白いな」という言葉とても嬉しかったというふうになるんですけれども他にも仕事仲間から言われて嬉しかった言葉があるというふうに伺ったんですけれども。はい えとこれはもう本当に現実的なお話ですけど、はい、我々のお客様コンビニのお客様からですねどこのコンビニに行っても辰巳さんの冷蔵庫が入っていると、うん、辰巳さんはもうすでにコンビニ業界のウォークイン冷蔵庫におけるインフラみたいなもんなんだからこれから潰れてもらっちゃ困るよというお話をいただいてそれは非常にありがたかった。 ね、これあの変な話なんですけど僕ら素人が見てタツミって書いてあるんですか書いてないですあっ書いてないですね書いてないです僕もなんかロゴあったら絶対覚えるタイプなんで、はい、あやっぱそれは見えるところにはお客さん側には <laughs> ないですねあのアルバイトとかお店の方は見れると思いますけど、ね、が入るところにはやっぱりその型番だったりとかはいあります,、ねはい、りますそうなんですね、はいうん、いや前回 あの教わりましたけれどもシェア50って普通じゃないですもんね25超えたらもう4分の1超えたらうう、ね、もうすごいシェアっていうふうに言ってまあおかげさまで本当にコンビニに関してはあのこの業界の中でも割合有名なうんいま<ー>だに自社一貫は変わらず変わらずですねすさまじい数の管理しなくちゃいけないんじゃないですか、はい、そうですね5,000とか1万とかですかあ管理というか我々大体毎年 1年で1年で 1> 新規14001、はい、年ごとに1400増えていくってことですよね自社製品がそうです、はい、マジい数ですよね,そうですねコンビニエンスストアが何千店舗達成ありがとうございますみたいなことやってますもんねうん、うん、はいそうです、ね、ってことはもうその,その数単純計算で出せるわけですねそうですねはいそれは全然管理できるものなんですか 管理というか我々はあの施工してもう結構手離れがいいんですね、はい、あんまりその断熱パネルが壊れちゃったよっていうことがないので機械は壊れますけども、はい、でメンテナンスもあんまり必要ないんですよですから収めてその性能を終えるまではもうほとんど何もないんですねそれがまたいいですね、はい、断熱パネル壊れちゃったっていうことはもうほぼないんでって、うん 手離れれがいいっていはそそ信頼でですすよねそうですねうなんか世界中にいっぱいある断熱パネルの中で壊れるものもあるわけじゃないですか,かそうですねあとはコンビニの業界の性質上あのライセンスで年年からででお店がこう新しくくなっていくんですよねはいそうすると断熱パネルはもう20年とか30年ぐらい持つんですよ、うん、ものとしては。うん、でもライセンスが切れると全部新しいものに変わるので、うん。<laughs> あの信頼とかあと24時間営業してますからちょっとしたトラブルで店止まるなんていうのを考えるんだったらもう初めからちょっとした中古でも全部新しくしちゃって間違いなく10年走るものに変えた方がいいっていう判断が出るんですね。ってなるともう辰巳工業さんとするともうほぼクレームとかっていうことはもう,もうないです,まあそうですね。あとは結露の問題とかもあるのでそこら辺はその技術的にいろいろこうまだまだ余地があるかなと思ってますけどね。 いやーなんかもうそのお父様のやっぱり2号店のお話から断熱材で、うん、で、はい、岩根さんがその世界トップっていうところを抑えにいくお話と <laughs> いやいやあとこの日本のね、うん、あのコンビニエンスストア、はい、さらにはエコー、ええ、省エネっていうものと全部こうすごいっすね。そ、はい、そうですねその 計算をしたことがあってその先ほどの真空断熱材を我々が収めてるウォークイン冷蔵庫に全部入ったとしたら、はいえー、原発1基とか2基分の省エネ効果があるっていうデータがあったりするのでそこはすごく燃えますよねそうなると。つな、はあ、がるあとあの今日スタジオで収録してますけど、ええ、防音的なものも、はい、そうですね 少しいけます、はい、これあの改めてなんですけど、ええ、あの音声って、はい、今喋ってますけど音声って波じゃないですか。こ、はい、これ熱も波っていうことなんですかですねその遮断するというものの発想で、はい、冷気だったり熱だったり音だったり電波だったり、はい、いろんなものをこう遮断すると <laughs> それが段ですよね。ああはい すげえ断熱の段と熱を離してかまた目から鱗が今週もなるほどで山根さん辰巳工業株式会社としてはもう断熱を突き詰めてって世界一にもあってそしたら段と熱も分けてるから段っていうふうに段屋さんだ段屋さんって考えたらこれは熱も音も。 そうですね全部ですよねでこれいろんなエネルギーを弾できるって考えたら物理法則的に考えても結構究極の話してますよねエネルギーを発生させるかエネルギーを管理するっていうことですもんね流す流さないってこれはの話ですもんねそうなんですよこれは鳥肌ですね無限の話に必ず必要なものだと思ってます こういうあの人,人類とかなんか普遍的なところにつながって,っていい循環が起こるって結構あの他の方たちも企業も目指すところであったりエンジニアの皆さんとか研究者の皆さんってやっぱりそこ根っこにししてたりしますよねみんなにこういい循環が起こるとか何かその無駄エネルギー熱のロスとかって言いますもんね学校でも習ったと思うんですけどそのロス値っていうのをあの究極に変える公式をこの素材を使えば。 普段起きていた工場の排熱問題とかなんだとかってもうずっと起こってることですもんね。はい、そうですね。皆さんが持っているスマートフォンも熱の問題を出てますし、あのマイカーすごい日本で言ったらこの一個一個の乗用車の熱を何かに変換できたり、はい、取っといたりとかっていうふうになったら、うんねえーえー、エネルギーですよねだからそれはですよね。えー、それをまとめると原発一個分とかっていうだからもうそもそも原発を作らなくちゃいけなかったっていう。うんうん ことをなくする可能性にもひいてはつながっていくそ,、ね、それは事故がないっていうことになければ事故はないですもんねうん、うん、みたいな循環にもっていう,、はいそ,うですね、それがこう我々の本当にこう町工場でもできうることっていうかそれがつながっていることがすごく仕事に対してのやりがいというか世の中のために役に立ってるっていうあのう、ね、NASA の博士のおっしゃってた、はい、その ヒューマンじゃなく何か今、はい、僕は岩根さんにそれを教えていただきましたし、えー <laughs> はい、やっぱそこにつながってる方ってすごく強かったり気持ちよかったりしますよね<ー>お話伺っててーいやーまた毎週本当にもうこんなに鱗があったのかっていうぐらい目から鱗が落ちるんですけどこれはこれは僕あの今日この後あのコンビニエンスストア寄りますけどはいぜひじろじろ見ます <laughs> あのガラスの横の壁とかをじろじろ見るように。 中をこう見ていたらですよね。そのどんつきのサイドとか、上下とかが、そう、がちとなってるとか、また見方変わってきますよね。そのビルの外側からこう眺めて、このね、実際の奥行きを。そうですね。さあ、ということで、それではですね、あの、岩根さん。今回ですね。は岩根さんが、大切にしている、言葉という、教えていただけますか。えっとですね。他方、松陰と。 いう言葉で、はい、ちょっと難しいんですけども、四文字熟語になりますか。そうですね。多い、えっと、多い、数の多い、少ないの多いと、出会いの難しい合う。に、はいはい、ええー、小陰というのは聖ですね。うん、聖書の聖に原因の陰、他方小陰という言葉があって、いい人に交わっていると良い結果に恵まれると。人間はできるだけいい機会、いい場所。 いい人いい書物に会うことを考えなければならないというその安岡正宏さんっていう方の言葉なんですけどもこれは何か本を読まれたっていうことですかこれはちょっと私の経営の師匠に教えていただいて「はい、たくさんいい人に出会いなさいと」とですからその人に会うことがまたそのご縁がつながっていくっていうことであの自分より上の人に会える努力をしなさいと。うん いうお話をすごく胸に留めていてですからつながってくるのかなと私の今までのちょっと無謀とも言えるそういう,こうアタックじゃないですけどっってていうのかなと思ってます表現として自分よりも上のいい人に合う努力をしなさいっていうなんかちゃんとしっかりと求めてるところがまたしびれますね。 会えるといいねとかっていうんじゃなくてやっぱり努力って必要で出会い,いい出会いのための努力をしなさいって、うん、あの自分よりも年下とか若者に言ってあげれるってすごい大切だなって今お話を伺ってて思いますすねそうで、んうんはい、さらに山根さんがもの,づものづくりをする上で大切にしていることがあるというふうに伺ったんですけれども。っていうのと、うん、工場に落ちている釘 ビスはお金が落ちているのと一緒これもどなたからから最初にその工場に落ちている釘ビスはお金が落ちているのと一緒というのはこれ先代私父がある朝礼で話してた言葉だったんですけども、はい、工場に釘が細い釘が落ちてても結構みんな気にしないんですよね。うん、でこう掃除してもそのままチリトに入れて捨てちゃう。なるほど ただの、えー、とりとかと同じ扱いをしちゃうそうなんですよただそれはお金が落ちてたらどうかなと 1>,、うん、1円玉とか10円玉がそこに落ちてたら必ず拾うよねとうん、うん、それと一緒なんだよっていうその心構えというか、うんね、こうお金に見え,ない見えないっていうのがすごく大きな差だと思うんですよね。物を大事にするとかそういう気持ちを持ちなさいっていうのがあすごいなと。 思っていて、私はこれは。ものづくりがとても大事なことだと。お父様きっちりなさってた方だったんですか。よくね、拾ってるんですよね、こう。う工場で,で。何してんのかなと思ったら。ビスを拾ったりして、こう。箱に戻したりしてるんですよ。それは会長が。一番偉い会長がそういうことを。率先して,してしてるので。 それはすごく背中を見て育ったので伝わりますよね、はい、あと朝礼でやっぱおっしゃってることをもうずっと覚えていてこういう場で聞かれと時に言うっていうのが大切ですよね。<ー>やっぱ先人の先輩たちってポ,ポロッとこぼれ出るじゃないですかすごい言葉で、えーえー、確かにいい書物有名な本で名言っていうのはたくさんあるかもしれないですけど結構名言とかリアリティのある大先輩ってすごい近くにいたりしますよね、はい、うそうですね。 本人はもう忘れちゃってると思うんですけど、うんうん、これすごいなと思っているのとあと「紙を細部に宿る」っていうのは本当とにこう製品でも例えば我々で行くと「コンビニに施工しに行きましたと」と、はい、ここはちょっと見えないから大丈夫だろうなと思うと絶対それバレるんですよ変な話。あとは、えー、仕事の後にしっかりその掃除をする。 あの自分のやったところを掃除をするとかそういうことを手を抜くと必ず後で連絡があったりそこで汚れてしまってクレームが来たりとかするんですね。ですから一つ一つの作業というか仕事に対して本当に神は細部に宿ってる手を抜くとかいい加減なことをすると出ちゃうし逆ですね逆もまたしかりでいいものを こう気持ちを込めて作るとそれはいい製品に必ずなるっていうのはすごく大切だなと思います。またあの自社一貫もこれいい循環になってますよねあのクライアントだったり発注主の方そうです、ね。ええ ですもんね、そうですね。でフランチャイズでコンビニエンスストアをねやられる方なんて僕の近所のコンビニエンスストアもそうなんですけど、はい、結構人生かけて、はい、数百万とか借金して、うん、いここの土地で勝負かけて、うん、この建物でって、うんうん、この中が私の城でっていうふうにやるわけですもんね。はい、その方たちは細かいとこ見てるし自分ちのように見てるしそうなんですよ,ですよ我々にしてみたらあのそれこそ1400店舗のうちの1ですけど、うん、ただそのオーナーさんにしてみたら1分の1で。1> 大事な大事な本当にこう資産なんでいや俺1400分の1相当抜いちゃいます相当だったあと1399あるじゃないって言っちゃいます、えー、なんです、ね、でもそこですねその細部を1400、うん、分の1をどう捉えられるかっていうことが後に全然変わってくるっていうことしとないですけど辰巳工業はこう 言える範囲で今後の展望、展開はどのようにお考えでしょうか。はい、えっ、ー、とおかげさまで現在ですね、生産能力を上回るたくさんの注文をいただいて。今まさに。本当に今まさに。今日現在もですから。そうですね、お忙しいとかありがとうございます。なん、はい、すごいですよね。フル生産状態でですね。はい、ええー、まあちょっと間に合わないと嬉しい悲鳴なんですけども、そういう状況が続いていて、ですからそのお客様の我々に対する信頼 にしっかりお答えする意味でもやはりもっとこう生産能力を上げたいと確保したいなというふうに思っていて、うん、それがこう世の中からもっと必要とされる辰巳工業ににななるのかなといいううふうに思いますうあの自社一貫がまたいい流れになってあ,のあんまり価格競争とかに巻き込まれずバタバタと。 少し待っててくださいっていうクオリティを出してるから言えるっていうところももちろんあるわけですけれどもにしてももうちょっとっていうもう明らかに注文の方が多くなってしまっていてありがたいことに、うんはい、追いつかないぐらい、まあ、それも信頼をしていただいて我々に注文を くださってるのかなと思ってるのでで、ね、あと以前の話でその建築士さんが「いや辰巳だったらこれできるはずなんだ」とか、ね、他で断られたかもしれないけど「辰巳工業知ってる?」みたいな話になってくるとはい、はい、多少12、ね、か月だったら待たなきゃみたいな。いや12か月は逆に待ってくれないので <laughs> お店できちゃうんで1か月で。<laughs> 待たせるって言ってもどのくらいの感じになるんですかいやもう一週間以内とかもう全然そういう,うその信頼に応えるというかなるほど、はい、そこの納期の問題も信頼ですもんねそうですねそうなんですよいや本当にフ,フル稼働って本当にフ,フルなんですねそうですねあのコンビニの業態自体がもう単納期の業界みたいな感じなので ですから建築も早いですし、商品の入れ替えも早いですし、すべてこう目まぐるしく変わるんですね。それが売りですもんね。そうなんですよ。それに我々がこうついていくというか、しっかりこうお答えするというのが、まあ今たくさんご注文いただいているあれなのかなと。理由なのかなと。な一つ掲げているものとして、辰巳、はい、サービスという言葉があるんですけれども、はい、これはどのような。これはですね、アフターサービスのことなんですけども。はい あの業務用の冷,蔵冷凍冷蔵庫ならメーカーを問わず年式も問わず形状も問わずどんな製品でも基本的にはアフターサーサビスしますすよとでね <laughs> 自社一貫生産をしているようなメーカーは、はい、やっぱ自社のものを何しろ大切にするじゃないですか、はい、そこに保証をつけていったりっていうのもまだ理解できる、はい、あのつながりですけど、はい メーカー問わずそうですね。それがあの例えばスーパーさんなんかはもうたくさん冷蔵庫があって、はい、毎日そのパートの女性たちがこう開け閉めをどんどんしてるわけですよ、はい、それが一万,万回にまかなっちゃうとどうしてもこう傷んできちゃうんですね。はい、でもじゃ誰に修理を頼んでいいかわからない。うん、でももう扉が落っこちそうだよというところでじゃあ我々そのサービスをやろうよという形でこれ業界でも。 我々が初めてななんじゃないですかね専門にこういうことをやるのは意外なところに電気屋さんありますけど、はい、業務用の電気屋さんじゃないと無理ですから、ええ、普通の電気屋さんできないと、うん、そうですねで専業務用メーカーはこんないちいちアフターケアそんなに利益が出るもんじゃないからやらないって誰もやってなかかね、はあ、なんで我々は意外とこう堪能機で収めることができるので、はい、ドアがもう使えなくなっちゃって落っこしそうだよとじゃあもうすぐ現場に調査に行きますよと。 それで新しいドアを作って、まあ、ドアのこう枠フレームごとだからそうするとどのメーカーさんでも関係なく我々の製品でいけると,、はい、けるとパーツでどうしたってやらないからそうですねですあの入れたメーカーさんをわざわざこう遡っていかなくても我々の製品で全部こうよくやるじゃないですか玄関のドア変えたりとか、はい、そういう形で全部こう 交換できるので、最小体温の圧線交換みたいなこと <laughs> ですね。いすはい。あーでもななんそそちらにでも行くんですね。そのユーザーのためというか、うん、そのお客様のため、これはやっぱあれですか、うん、あのマンヒューマンなんと フォーマンカイドは人類のためじゃないんですけど、はい、ど,うどうしてもそれがあの覚えられないんですけども、はい、いやそういう優しい,優しいところにユーザーフレンドリーというかお客様のところに行くんだなっていうのにすごくちょっとまた感動するというか、うん、そうですねやっぱり現場で困ってる人がいてその声に我々の技術で応えられるチャンスがあるのにそれをやらない手はないよねと。 あと新規回転もいっぱいありますけど既存の今営業しているスーパーコンビニエンスストアもたくさんあるわけですよねそこをまたよくしていくっていうふうになってそこをまたいい効率省エネとかってやっていくっていうのもまたそれはエネルギー問題でものだとか全部新しいものがいいものだっていうだけではない部分もありますよ、ね、ですこういうところをやっぱ抑えるんですね。 さあということで、えー、たくさんお話を伺ってきたんですけれども今週もあっという間に、えー、お時間となってしまいまして最後にですね岩根さんからですねこの番組は若いエンジニアの皆さんがたくさんお話を聞いてくれてるので、はい、アドバイスを最後にお願いいたします、はいはいえー、我々みたいなですね町工場でも町工場でもやる気と努力さえあれば NASA の人間にもあったりできます。諦めずずに妥協せず 自分の胸に夢に向かって邁進してください若い時は何でもできますし何にでもなれると思います失敗も全然オッケーだと思いますのでそれこそ諦めてしまったらもう終わりです最後ですぜひ頑張っていただきたいと思いますいやーなんかすごい思いがあって作ってるいいものがあって喜んでいるユーザーの人がいて それがまた循環していい循環って本当にあるとは思ってましたけど実際にできるんだっていうのはちょっと岩根さんのお話聞いたら勇気が置いてきましたさあということで A ラボインデックス2週にわたりお話聞かせていただきました辰巳工業株式会社代表取締役岩根博之さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました AFMA ラボインデックスフィーチューイン「 松方正也がお送りしてきた BAFM ラボインデックスいかがだったでしょうか今週も私の目の鱗を落としていただきました辰巳工業株式会社代表取締役岩根博之さんいやー驚きましたねなんかやっぱルーツに近いことを押さえとくと全てに通じますよね 今回は本当にダン,ですよダン。あの本とかで皆さんも流行ったんじゃないですか「断捨離」だってね「ダン」じゃないですか結局ダンのこと言ってるでしょ。も物事は流れるかね流れないかどっちかでしょう。キーワードはダンだなと思いましたよ。これを押さえとこれあといろんなことに通じる。もうだから僕は本当名前をもうダンに変えようかなって。松風ダン、ね、なんか本当 話通じなそうでしょ友達少なそうでしょでもなんか心理がある気がしますねさあ皆さんも番組の感想をメールで送ってくださいメールアドレスは a l a b o c o j p a l a b o c o j p a l a b の綴りは alabo です そしてこの番組 A ラボインデックスのブログでは今日のゲスト岩根さんとの写真などスタジオの様子もご覧いただけますまたゲストパートですが実は放送されている部分はほんの一部なんですインターネットバージョンほぼノーカットでマイクアップしてますのでぜひ BAFM ホームページ内 A ラボインデックスのブログチェックしてくださいねそれからもう一度今日の放送を聞きたいという方はぜひラジコでどうぞラジコではただいまタイムフリー調子機能で放送を1週間過去の番組が来ますぜひこの A ラボインデックスラジコのアプリダウンロードしてみんなでシェアしてください さあオープニングでかつての人気製品の復活の話をしましたが復活とか限定とか引かれますよね僕限定っていうとほぼほとんどのものに手を出すっていうような20代を過ごしてた気がしますけれども時期的にも季節限定の飲み物やアイスクリーム出てますねコンビニにいちゃうあこれ冷やしてるのも全部岩根さんの。 あれじゃないですかやっぱあれだな物を知るっていうのは景色が変わりますね季節で景色も変わってきますけれどもなんか知識で景色を変えるのも素敵じゃないですかではベイ FM エラブインデックスお相手は松梨まさやでしたまた来週 afm a-labo index featuring, featuring messiah matsuzaki